で一回持ってくるべきだったかも。あああいつめ許さんぞまだは撃ったぞー、叩きは取った、よしよしよし、マッチョマッチョデイデイ、マッチョマッチョデイデイ、アイワナビーマッチョ。いやー、惑星マッチョクラブのみんな、筋肉体操の時間だよ。今日も頑張るか、今日頑張るか飲みたく、しっかりついてくるんだよ。さて、それじゃあ早速本日のメニューの発表に移ろうか。今日の筋肉体操は、これおっさん、僕の183ミリ砲がこんなに大きくなりましたよ。だて今、いかにして183ミリ砲をなすか、そのポイントから解説していこうかな。SV4005、KV2 に紅茶の石を使って進化した姿。野生の個体は確認されておらず、野原でたまに見かけるのは飼い主にトイレとしてこき捨てられた個体がほとんど。仮設トイレと一部界隈で迫害されており、環境省に特定保護生物として指定されている。なお飼い主の愛情の形が特殊すぎるために暗黒進化を遂げる個体も確認されているが、こちらは猥褻物陳列罪で捕獲対象となっている。これ以上は自己法で動画が規制されかねないのでモザイクかけておきましょう。また、SV4005 はその見た目から仮設トイレに見間違われることが多いが、本人はどちらかというと自分は出す側だと主張している。本人の主張通り、SV4005 のみが出る部位は非常に強大で、合計は183ミリ、砲の全長は 7.7 メートルもあった。そこから発射されるん。身も巨大そのもので貫通力200ミリ超えのお化け粘着榴弾。合計もさることながら弾頭の全長もご覧のように彼の中に住まう妖精さんの上半身と同等レベル。あまりにも馬鹿げたサイズなのがわかることでしょう。なお画像を見てもらえばわかるように身は綺麗な黄土色で健康状態は良好そのもののようです。なお彼も前回乗った75式同様榴弾強化アップデートの恩恵をもろに受けた車両の一人で、粘着榴弾ゆえにカスダメの多かった場面でもしっかりキルを取っていけるようになり、乗っていて非常に楽しい車両になりました。ただし75式とは違いこっちは大口径砲車両の例に漏れずリロードが激遅。そして巨大な飛行を積んだ弊害で砲塔の走行は気休め程度にしかなく、全周14ミリ。まあ183ミリのロマン砲の魅力と比べればこの程度なんてことはないですけどね。まあ言葉で聞いたってこの子の魅力は伝わらないでしょう。実戦でその破壊力をお見せしてこそですよね。それじゃあ本日も元気よく切り出していきましょう。おかしい、俺はマッチョの話をしようとしていたはずなのに、いつの間にかトイレに出すか出されるかの話になってる。そらまあ、この車両を使うとなればねえ、見ろよこいつの後頭部についてる四角いドアを、どう見ても仮設トイレのそれなんだぜ。どいつもこいつも人のことをトイレトイレって、いいか、確かにこいつは装甲なんてものないし、そういう意味では少しこずっこんばっこん出されるだけのトイレと言えなくもない。だがお前、考えてもみろ。出そうと思ったらとっさま出し返してくるやつが本当にトイレだと思うのか、余震とそいつがトイレだったとしてもそれはただのトイレじゃねえ。そう、これは出すか出されるかの、戦争だお、なんか思ってたんと違うのも死んだぞ。すごい、ただただちゃんのそばにいただけの装甲車まで。くっくっく。でかいよ、これが183ミリの威力が。さて調子で敵だぜ、この調子でじゃんじゃん潰していくぞ。とりあえずこの先が敵との解決ポイントだな。ただいきなり飛び出すのは走行内この子じゃリスキーだし。あ、そこに追わすは IS6 先輩、ザッツ先輩、玉受けお願いします。あ、そっち行っちゃうんだ。まあいいや、敵撃ったみたいだしここはサグッと仕留めよう。よく見てねえ、狙って狙って。お腹いなら。じゃないのもヒールほぼほぼ全てやっつった。あんな軽装甲の車両に撃つものじゃないよこれ。さっきも言ったがこれは出すか出されるかの戦争や、自費なんてものはないんや。そして何より画面右にずらりと並ぶ破壊した文字の多さに広告とするではないか。ふくふく。もはや貴様には仮設トイレと呼ばれる筋合いはないな。この私を仮設トイレと呼んでいいのは私に出すことのできたものだけだ。さあかかってこい、私で用を出したいものより順番に一人ずつ40秒以上間隔を空けて出来上がれ。すごい安全を要求し始めた。だってお前、こっちは一発一発にどの色込めてるんだ。一度に来られちゃ俺様困っちまうよ。さて、さっさとこの動きなんだけどな。しかしどうなる気もちっちゃいものくらいから114だってなり、エンジン音や仕方がやられた位置からその人の裏にいるのはどうやら間違いなさそうなんだが、発動したものか。まあここまで来ちまったものは仕方ないし、あとは出たとこ勝負してよ。そこだ。ひー、間に合ったぜ。というか敵さん外してくれたな。しっかり頭出しで撃ってきてたし、やばい敵だった。だが奴のは便器を大幅にそれ地面へと落ちていった。
つまり奴もまた私をトイレ扱いするにはふさわしくない器だったということよ。飛行空気が出てきやがった。こりゃまずいぞ。こいつは飛行機の証言基準にバッチリ感じるんだ。なんとか無事に生き残れますように。よし、修理完了。そしてそこにまだ敵のちっちゃいモノクラブがやばいな。俺のもんだそら、味方航空機には見えた。あれ俺のもんだ。誰にも渡したんすね。その特典改善、これもまた愛の形か。悪くない、悪くないぞ。しかしあそこまで小さいものにそこまで固執するなんてな。さてはロリコンか。自分、ただ小さいものに性的な興奮を覚えるだけだし、世間一般ではそれをロリコンと呼び、そして変態とされるのがよくなってくん。誰が変態だ。人の性的思考を指して変態の代わりなんてあんまりだ。よしんば僕が変態だったとしても、それは変態という名の禁止だよ。変態であるところは否定しないのな。男なんて生き物は9割が変態で構成され、もう1割がど変態で構成されてるもんなんだよ。そこ否定しても始まらないか。さあ、そして続々と我に用を足そうと挑む者が連なってきてるぞ。こちらが変態だとすれば、奴らもまた変態だということか。面白い。変態と変態がぶつかったとき、そこでどんな化学反応が起こるのか見てみたいとは思わないかね。これは科学、いや文化人類学における大きなテーマとなるやもしれん。さあ見せてくれ、俺たちの探求心を満たしてくれる大いなる実験を。より強大な変態が弱く変態を駆逐する。これが結果だというのか。なんてもなし。逆に強食。そうか、やはりそれが世の摂理だということか。神よ、世界はなんと残酷なんだろうか。第34ですか。しかし小屋町で派手威力だな。アメリカ重戦車なんてこの手の榴弾系車両とは相性激悪だったのにな。しかも防銃のあんな上の方に当たったのにそのまま車体貫通して上位の圧迫だなんて。75式の時にも言ったけど、マジで冗談じゃないくらい榴弾が強くなってるからな。とりあえず口径でかい榴弾を砲塔正面に叩き込めれば勝ちまであるからね。普通の榴弾じゃなく HESH なこの子はダメージが安定しにくいってのもあったけど、それが解消されて本当にいい車両になったよ。おっと、あれはセンチュリオン。いや、こっちには気がついてないな。それなら遠慮なく。ちぃ、またしてもワイタン、弾薬庫、乗員丸ごと土管だぜ。しかしそういえば一つ疑問なんだが、なんでこいつの弾は HESH だけなんだろうな。これだけ方針も長いんだ。通常の鉄鋼弾は弾も用意しておけばもう少し取り回し良さそうなもんだがね。これはあくまで一筆に聞いた話ではあるんだが、砲弾ってでかくなればなるほど重量も増し、でかい分空抵抗受ける範囲も増すわけだろ。腕持って183ミリまで大きな砲弾だとこの程度の長さの方針じゃ、十分な貫通力を得られるほどの初速が得られないとかなんとかって話みたいだぜ。アメリカの T30 が155ミリ砲のくせに貫通は200ミリ以下ないのと似たような原理だな。まあ別にこれだけでかけや油断だけでも。確かにこれだけの威力があれば十分、十分だな。味方もバンバン前に攻めてるし、拠点を全て取ってる。そろそろ大船といったところかね。敵の残ってるのはおそらく11金の奴らのみ。あそこにいるな。最後にとでかいの決めてマッチッと行こうかね。ちょっと見にくいがこの距離なら局者を狙って。そら、M46 の定番に直撃。そのまま内部を焼き殺して撃破だ。結局我に出せるものは2人もおらんが、むしろ今回はこっちが一方的に出してなかったはずだな。つまりこれより先、我を仮設トイレなどと呼ぶことは許されないというわけだ。なぜなら誰にも出されないのに一方的に出すだけの存在がトイレなはずないからである。ってなわけで7キル霊ですぜ。かーしましたー。いやはや、まさかこの車両で1位になれる日が来るなんてねー。見たらわかる通りリロード遅いは機動性低いは走行内はでぶっちゃけ使いにくい車両ではあるんですよ。ですがそれを補ってあまりあるほどの183mm のモンスター火力。以前はダメージが安定せず嫌いになりかけたこともあったんですが、榴弾が強化された今のバージョンにおいてはまさに孫うことなきワンパンマン。初速も早めで当てやすいですし、使ってみればハマること間違いなしですね。他では味わえない究極のロマン砲。ぜひ一度ご賞味あれ。それでは本日の実況はここまで。また次回お会いしましょう。ダバ。